そらさん、音符ありがとうございます。ゆわとさん、ハート音符。ミティジャルナさん、バラありがとうございます。アヌネさん、バラありがとうございます。こんばんは。ちょっとテロップを出します。こんばんは。今日は白い服なので、なんかいつもと違って見える。そんな感じ？って思うんですけど、こんばんは。今日のロンティー好き。これはヨコちゃんのロンティーです。これ17歳の時かなのヨコちゃんのファンの方が作ってくださった、作って私に、私とかみんなね、結構メンバー持ってるかなにくださったロンティーなんですけど、めちゃめちゃ着やすくて、なんかもう重宝しておりますって。重宝しておりますよって感じなんだけど、本当に重宝しております。今日着るんだね。今日着てるのは普通にめちゃめちゃ普段着というか、おうち着として着ております。これそうだから、今日はたまたまなんですよ。確かに明日着ればよかったとも思いましたけど。サイレントディムーンさん、ハートありがとうございます。ヨコちゃん写真集今日届いたよ。いいですね。私まだね、買ってないのよ。今日は暖かかった。確かに今日は私本当にロンティー1枚で過ごしたけど、弟は昨日今日はずっと半袖でした
半袖で遊びに行ってましたよ。そんぐらい暖かかった。ゆうちゃんのファンの間では人気なんだよ。これかな、ロンティーですか。ロンティー最高だなって思います。本当に最高、ロンティーは最高。なんならあのレッスンとかも夏はやっぱり半袖ですけど、あの冬とか、冬はパーカーとかも着るけど、やっぱ踊って暑くなると、暑くなった時用にみんな中にロンティー仕込んだり、ロンティーを別に持ってきたりとか、あの春とか秋とかはね、もうロンティーを着てレッスンする子が多いので、本当に迷った時のプレゼントはロンティーって感じ。本当にそう思います。バックプリントとか可愛いですよね。本当に最近バックプリントがいっぱい売ってあって可愛いなーって見てます。あの見てるだけです。買いたいけど、買いたいけど、うん、もうね、その時に買いたいなと思った時にちょうどお金持ってないみたいなことがよく多々ありますね。やばい、これかお目当てのもの分しか持ってきてないや今日。これ買おうって決めて大体行くので、それ分しか持って行ってないんですよね。いや、 T シャツはね、ここに×印が書いてあります。これはなぎちゃんとかがよく着てますね。なぎちゃんとかがよく着てたり、割とでもロンティーはメンバー着がちなので、ぜひサンプルとかぜひ。あとあのなんだっけ、ヨコちゃん本人もよく着てますね。 T シャツの下に着てたり、夏でもよくあのロンティー着てるイメージ。半袖よりロンティーに半袖とかで、本当に暑くなったら半袖に変身するけど、感じ。って思ってま、思ってますって感じです。うん。そう、だから超着やすい。そう、半袖で大丈夫だったらしい。 わかんないけど今日昨日とかすんごい風が強くてね、全国的に結構風強いよって言われてた、言ってたんですけど、昨日おととい、そう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 、けど今日の佐賀県は20度ありましたね、お昼。まあ20度であの鬼ごっことかしてたみたいなんで、あの20度の中鬼ごっこしたらそれ半袖になるよなって話で、ね、だって今もう15度ですから、暖かい日って感じ。そう、今も15度なんですよ。つい明日はね22度です、最高。私もびっくりしております。22度、1、2、3時が22度ですね。本当にあったかいんだよね。週間天気、週間天気見ても、明日が一番あったかいかな。22度って書いてある。まあでも14度から19度の間をずっとさまよってますね。本当。そうですね。2月、去年の2月ってどのぐらいだったっけ。こんなにあったかかったっけって思ったんだよね。2020年2月気温、まあこんなこと調べたら今の時代だからよく出てくるよね。
ゆでねずから軽く自己紹介。初見ゆうやさんから初見ありがとうございます。2002年生まれ9月20日誕生日の18歳です。おお、同い年だ。こんにちは。ヒロさん雪合戦ありがとうございます。ありがとう。同い年ないし。福岡の過去の天気。2月。でも1年前の今日は 18.5 度ですね。でも22日は15度。ほんだから本当に今みたいな感じかな。割と意外とあったかいんですね。福岡とかは2020年の2月、福岡とか東京とか大都市しかないけど、あんまりそんな変わんないんで、佐賀県も12度、13度、13度、10度、10度、11度、10度。2週目がまた暖かいかな。でも本当にそんな感じ。8度、14度、5度、14度、18度、15度。割と暖かかったんですね。でも結構暖かいよね。でも今年のが、今年のが暖かいなって思う。3月に入ってようやく22度とか3度がありますね。の下旬19日、3月19日ぐらいが23度に初めてなってます。今年じゃない去年。そうなんです。すごいね。じゃあちょっともう3月中旬から25度ぐらい出そうだよね、普通に。25度。春はいいんですけどね。なんか梅雨っていう時がね来るからさ、梅雨っていう時間が一番苦手です、私は。佐賀は雪降りました、降りました、積もりまして、今日こんなに暖かいのに高校と行かって出かけるという謎の行動をしてしまった。確かになんかよくわかんないですよね。最近寒いのか暖かいのか、今日寒いのか今日暖かいのか。だからもう前日に私は気温のね、私はウェザーニュースを見ているんですけど、ウェザーニュースを見て、で明日の一日の天気、なんか5分ごと1時間ごと明日明後日週間天気っていう項目があって、まあ、5分ごとのやつはだいたい30分後までしか見れないんですけど、1時間ごとはもうね、明日明後日の、違う、水曜日の20時、24日の20時まで見れるから、すごいありがたいです。だから明日何時、例えば10時に出るとしたら10時の気温はもう17度で、佐賀県ね、17度で、でもう19度、21度、22度になるから、上着は軽いのを1個持っていくかとか、もう夜考えないとさ、朝バタバタさ、朝多分思考回路が回ってないから、なんか何着ていればいいか分かんないくなりそうだから、夜決めてます。いつも
いっちゃんさん、雪だるまさん、雪合戦ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。あにょん。T シャツ似合いそう。 T シャツ似合いそう。今日もおヌード。おヌード。あじゃん。ハンゴンが。今日も。今日も化粧したのか。今日は化粧はしてないです。ノーメイク。ノーメイクアップ。メイクアップはしてないよ。T シャツ似合いそう。でこっちゃ白 T とかってことかな。でもね、たまに言っていただきます。なんか白 T とか似合いそうだよね。似合いそうだよねって言われるよね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。寝起き悪かったっけ。寝起きは頭が回らないですね。まあ、寝る前もそうなんですけど。ささんさん、雪だるまありがとうございます。雪だるまじゃ、雪合戦ありがとうございます。伊佐のお話会一回行ってみたい。もうぜひ来てください。あ、そうだ、再販がね合ってるんじゃないでしょうか。私宣伝するのを忘れておりました。うん、秋文さん、かわいいスタンプありがとうございます。最近メイクして配信したね。きいつだっけな、おとといとか、おとといじゃない、おとといぐらいじゃないかな、おとといぐらいに確かやりましたね。はんじゃん。
再販買いました、ありがとうございます。ちなみに3月14日のお話し会の 1,2,3 部です。私はしんごさん雪合戦ありがとうございます。そう 1,2,3 部です。13はないですね。14日だけです。14日、うん、14日でーす、14日でーす。はい、ホワイトデーです。その日はその日は制服をね、と画面が汚れてるな。制服を着るので、あの一回ね、前回着たんですけど、前回とは色が違うやつを着るので、ぜひお話し会来てください。今日はバッチリメイク？今日はノーメイクです。ノーメイクです。全身、上半身しか見えないのが違う。でもなんだっけ、全身見せてって言ってくださってる方、言ってくださった方がいて、その時はこうやって立ってこんな感じって言いました。再販のオンラインお話し会追加あるの？追加というか再販が今ねあっておりますね。再販があっておるという情報を聞きつきました。で、ちょっと後で後で宣伝しとくねって言ったものの、ショールームをするした後にすぐ忘れちゃったっていうことがあったので、ゆきたんさんハートありがとうございます。美人ですね、ありがとうございます。ありがとう。
そんな感じ。佐賀13の追加にてある人は券を持たなくても追加で買えるみたい。私は3月14日の1、2、3部です。大丈夫そう？外大丈夫そう？制服ですね。制服とセーラーとブレザーって何が違うの？何が違うっていうか、制服だよね。セーラーが普通かってことか。普通の制服です。メイクした感じだよ。今日は多分なんか白い服を着てるから、白い服を着てるのですごい顔がパッと見えると思います。そんな感じ。ちょっと中野郁美ちゃん、DM の返信お願いします。今日はリップはしてます。リップ、これはケイトのカラーセンサーリップティント。ケイトのオイル系、すごいちょっと傷がいろんなとこに入れちゃってるので、一緒にこうやって入れてるからすごい傷ついてるんだけどさ、ケイトのオイルリップ系はすっごいおすすめです。大丈夫そう？外本当におすすめです。はい、あとはちょっと待って、そんな感じです。春服欲しいな。今年はね、グレーとネイビーが来ると思うので、グレーとネイビーアイテムを取り入れたい。そんな感じ。リップオイル、そうです。マグロ。卒業メンバーとまだ交流あるの？全然あります。イクミンなんか本当にずっと LINE してる、 LINE ではない、やり取りをしてます。本当にネイビーとブルーが来るし、ちょっとどこにやったかな、あとはこの辺かな、あとはペールトーンとか。春のトレンドはグレーとネイビーで決まり、春に限らず今年はね、多分グレーとかネイビー系も入ってくると思うし、あとノームコアっていうやつも入ってくると思う。ノームコアというのは普通、究極の普通みたいな感じで、シンプルなファッション、普通のファッションが一番だよっていう、なんか以前めちゃめちゃ前に流行ったらしいんですけど、ノームコアが流行ると思うんだけど、
プラスワンポイント、なんかモモコアにワンポイント、モモコア本当にもうだから吉田カレンのファッションみたいな感じ、なんていうんだろう、なんか普通に白 T にっていう無地の感じかな、がすごい流行ると思います。でそれにちょい足しして、なんかこう柄物をちょっと入れたりとか、チェックとかミリタリーとか、ミリタリーとかね、かわいいよね。そのノンコアにミリタリー入れるとすごくかわいいと。とかなんかほんとワンカラー入れたり、ワンポイントみたいな、自分なりのワンポイント入れているのがいいとすごく思います。今年はあとはマリンテイストも流行るらしくて、ボーダーとかマリンボーダーとかマリンブルー系とか、ボーダーブルーホワイトみたいな感じがすごい流行るので、ちょっと取り入れちゃってください。流行るらしいのでぜひね取り入れちゃってください。あとはバスクシャツっていうシャツとか、柄シャツ去年一昨年ぐらい流行ってたよ確か、いつも流行ってる、いつもというか去年も普通に流行ってたイメージなんですけど、そう柄シャツとかも流行っておると思います。あとはダメージ系、ダメージアイテム、ダメージの最近もう出てきてますよね、あのダメージニットとかダメージが入ったようなデザイン、そうあれもすごい流行ってくると思います。髪の毛サラサラだけどやっぱトリートメント使ってる、トリートメントは使ってますね、けど多分割となんていうんだろう、ストレートパーマを私はかけてるのでそれもあるかもしれない。あとはあとはもうでもシャンプーも好きなシャンプー使ってるんですよね。私はクレイジュっていうちょっと白のボトルのグレーと金かなのこのプッシュするところがついてるやつ、クレイジュって調べたら多分出てくると思うんですけど、クレイジュを使ってます。永遠にもう本当に香りがめちゃめちゃ大好きであれを使ってます。でもそれはねすごいあのシャンプーでなんだっけヘッドスパもできるしめっちゃいい匂い、でも女の子が好きな香りだと思う、めっちゃいい匂い、もう男性の方も好きかな、割とどうだろう、本当にすごくいい匂いだし、サラ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 、うん、サラサラかな、サラサラになると思います。私はサラサラになるかな。あとはもう本当にすぐ乾かすのが結構大事だなと思う。そう割とさ女の子はさちょっともう髪が長いからちょっと乾かすのめんどくてタオルをずっと巻いてたりとかちょっと濡らしちゃった状態で置いちゃったりすると思うんだけど、割とというか普通に早く乾かした方が全然痛みにくいからもう頑張ってほしい、本当に頑張ってほしい。もしも彼女さんとかいる方、彼女さんとかいる方は本当にめんどくさいから、しかもなかなか乾かないんでね、本当にめんどくさいから
もうね、手伝ってあげてほしい。本当に。ドライ、あとは私はね、ドライヤー、ドライヤーもやっぱ熱がさあるじゃないですか。熱で髪の毛が傷んだりするから、極限までタオルドライして乾かしてます。だから本当に髪の毛とか洗った後に、あの普通にタオルで、なんかいつもね2枚使うんですよ。タオルで一旦こう髪をまとめ、あの包み込んで、そのままお風呂に入っ使ってで上がる時に別のタオルを、別の乾いたタオルをこう巻き替えて、頭に巻き替えて、その頭に巻いてたタオルで体を拭きますね。だとすごい効率いいし、あの割とね、まあ、あの着替えとかをしちゃってる間にこう髪の毛が乾くので、すごいおすすめです。女性の方は。ストッパーです。そのシャンプーを動画を使って怒りますか？怒らないですね、全然。こんばんは、イヤピョコンさん、初見ありがとうございます。アメージニットなどあります、あります。紅白の、YOASOBIさんの紅白のステージを見た方は、ステージを見たことあるよって方は分かると思うんですけど、ダメージ、白のダメージジーンズ系の、デニム系のダメージデニム系の生地をあの使って衣装を作ってらっしゃったんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、それがそう、あのジーンズを一回ブリーチして色を白っぽく落として、だから白っぽくなってるから本当に薄い水色みたいな感じの色になってて、でダメージもあの裾とかに入ってたりして、めちゃめちゃ可愛かったんですよ、あれが。そうだから、ああいう系の、なんていうんだかななんていうんだかなって、ああいう系の服がね欲しいなって思う。すごく可愛かった、可愛かった。イアラです。他のルームの方から聞いてきました。聞いてきました。どなただろう。ありがとうございます。その方も。イアラさん。感謝、感激、雨嵐。というとこでしょうか。本当にありがとうございます。もっとドライヤー、ちょっとね、めんどくさいよね。あとさ、なんかさ、そのままに、まあそのままにしとくのもあれなんだけど、男性の方はさ、割ともう髪が短いから、短い方が多いからさ、まあ、そのままにしても服とかあんまりね濡れないわけよ。でもあのやっぱね、女の子の髪長い子とかはよくもう、こう下ろしてたらこの辺、そこの辺とか背中とかめちゃめちゃ濡れるからさ、やっぱ結局すぐ乾かすべきだよねってなって、乾かすよね。そう、今年卒業です。だから免許も取れちゃいましたよ。規定の概念にとらわれない感じがいいのかな。なんだろう、ファッションの話か。すごい、でも可愛いよね。でも最近グレーとネイビーがちょうど気になり始めてたっていうか、なんていうんだろう。グレーとネイビー可愛いな。ネイビーはね、あの8入ってからなんですけど。
グレーは最近すんごい好きで、ペールトーンも割とブルベ、私ブルベの夏なんですけど、たぶんブルベの夏も割とペールトーン合うし早めにおめでとうって伝えとくねありがとうって早めに言っとくね。じゃあそうだからすごく嬉しい。すごい嬉しい。そのこのグレートネイビーが流行ってくれるのがすごい嬉しい。あとグレートネイビーってすごい相性よくて、ブルベ大勝利っていう色なんで、あのブルベの方今年大優勝だと思います。本当にブルベ仲間イエベの方はこのノームコアとかで割と黄色系のファッション、黄色いシャツと白いズボンとか、すごいちょっとワンポイント黄色入れたり、ワンポイント赤オレンジ、ブルベじゃイエベだったら赤オレンジとか、ちょっとイエロー、黄身が近い黄身っぽい感じのアイテム入れたらすごい可愛いと思います。なんか袖だけ黄色のシャツとか、って感じ。あとはメルトン素材のアウターとかがすっごいいいと思います。今年の秋冬いいらしいです。流行るらしいです。なんて言うんだろうな、メルトン生地多分調べたら出てくると思うけど、あーこの生地ねってなると思う。なんかこういう生地のやつ、こういう生地のやつは割とさ柔らかく見えるし可愛いよね。グレーのメルトンのアウターとかめちゃめちゃ可愛いよね。あとはペールトーンもすごい可愛いから、今年もいいと思います。成人式やったか開催されて、そうですね、成人式ね無事開催されたのは良かったけど、なんかみんな、なんかもうみんな友達とやっぱさ成人式ってワイワイやりたいじゃん。友達と写真撮ろうぜみたいな感じでイエーイみたいなやりたいけど、今年ねすごいみんなできてなさそうだったから、すごいなんかね、ちょっと1年全部予定をずらしてほしいですね。1年戻りたいよね本当にって思う。手山健慶さんハートありがとうございます。そうそう同窓会はね結構もう落ち着いたらやるみたいなことが多いよね最近は。この最近というか今年はね。立山健慶さんハートありがとうございます。そうでもやっぱりフリ袖でね、みんなでワイワイやりたいよね。っていうね。1年だけでいいのね。そうだと思う。
ブランドの創作、制作、創作がとかしてみたいと思う。してみたいっちゃしてみたいけど、すごい難しい世界だから、もうちょっとが勉強してできてきてからしないと考えれないです、私は。でもやってみたいよね、すごい。なんかやってみたいというか、いろんなブランコンセプトのブランドがあるから、私はなんかやっぱアイドルの衣装に憧れるって子が割と多いじゃないですか。そう、 TikTok とか見てても、あのアイドルさんとか衣装が、衣装めっちゃ可愛いとか、こんな衣装ねとか、 AKB の衣装を本当に人生で一回は着てみたいわっていう方が多いなーって思うので、なんかそういう可愛い衣装を着て、衣装をこう貸し出しとかが、ね、できる場所があればすごい楽しいだろうなってすごい思う。でもケンキーさん、ハートありがとうございます。高3組の成人式楽しみ。高3組ね、ゼロ2ラインは割となんかもう個性、なんかもうなんて言うんだろうな、すごいいいメンツが揃ってると思うんですよ。個性的だし。いっちゃんさん、ハートありがとうございます。そうそう、なんか AKB の衣装とかね、 AKB の衣装っていうか AKB っぽい衣装とか、そういう衣装をなんか借りたり買ったり、まあ、買うのはね多分ねできると思うんですよね、今の時代だから。こういうのを作ってくださいってオファーして、でっていうのはよく、最近ならできると思うんだけど、やっぱさ学生とかの時に憧れること子も結構多いからさ、学生でアイドルを応援しててみたいなことも多いから、幅広い世代の方が着れるような可愛い衣装とかをレンタルできるようになったら、すごいなんかみんな来てくれるんじゃないかなって思う。気にね、で最近すごい思ってます。AKB って名前隠したとしても、 AKB 衣装、衣装としてすごく本当に、だからおさえさんの衣装を一生で一回は着てみたいっていうコメントがすごいあったんですよね、 TikTok とかよく見てると。本当に思うよ。学生生活でやり残したことない。学生生活はでも割ともう AKB 中心だったので、チームメイト AKB 中心だったので、そんなに騒いではないです。結局あっという間に3年間過ぎちゃったっていうか、ね、だから本当に周りの子を見てると、うわ青春してるわこの子ってめっちゃ思うけどね、思うけど、割と仲いい子もねそんなになかった。うん、寂しい。仲いい、まあ仲良くなった子はいましたけども、ずっともう武田さんと、そう割と仲いい子とずっと一緒にいましたね。うん、AKB の衣装は京都の服飾学校の生徒が作っていると聞いたような。京都の服飾学校の生徒、それは分かんない。コラボとかはたまになんかコラボよく分かんないな。
わかんないな。でも AKB の衣装はおされさんが、おされカンパニーさんが作ってくださってます。おされさんは本当に天才、天才集団ですよね。言っちゃえば本当に毎回思います。本当に天才集団の方々だなって思う。配信で声で出てくれた子は誰だっけ。タンタンと宮崎ですね。タンタンと宮崎です。うん、そうなんです。でもタンタンと宮崎は幼馴染というか、ずっと中学校までね一緒だったってだけで、もうね、みんなバラバラにの高校行ってます。そんな感じ。割ともうね、同級生とみんな本当にバラバラになっております。そう、でも割とそのおかげでね、なんかすごいみんなが拡散してくれてるんですよね、私のことを。ありがとうございます。リサの親友と同じ誕生日って、あ、そうそうそう、9月1日かな、はタンタンの誕生日です。声がももちゃんそっくり、そうかな、ももちゃんそっくりだとは思ったことがないんだけども、え、そっくりじゃないよ多分。ほんと毎回かわいい。って思います。ミサいつもかわいい。いつもかわいいってことかな。ああ、兄よ、神様だ、ありがとう、ありがとう。ももちゃんに惚れたのジャキさん。そうですね、ももちゃんが近くに来てくれて、ヤッホーって言ってくれたらしいです。そう、撮影タイムの時、関西弁だっけか、ももちゃんは関西弁ですね。奈良県出身なので、奈良の女なので関西弁ですね、バッチバチに。うん、そう、最近ネバーエンディングストーリーっていうあの曲があるじゃないですか。ネバーエンディングストーリーってあの、私あの e-girls さんが歌ってるので知ったんですよ、ネバーエンディングストーリー曲ね。で、 e-girls さんの曲だと思ってた、ずっと最近まで。そしたらなんと普通に有名な歌だし、映画まであるっていうのを知った。
こんな感じ。エヴァーエンディングストーリー、君となんだっけ、イガールズさんのは、君に秘密を教えようって書いてある。このユアルズさんの曲で知りました。そう、ヒュートン動画作りました。ありがとうございます。後で見に行きます。ありがとう。ここで失礼します。また来てね、琴音ちゃん。また来てね。そうだからびっくりしたよね。でもそう、映画だって知ったのでね、ちょっとフールで見れないかな。フールで見れちゃったりちゃったりしちゃったりしないかな。エヴァーエンディングストーリーをないですね。動画配信してるサービス、あ、ネットフリックスなら見れるのか。なるほど。なるほど。ギャオストア。ギャオ。ギャオさんでも。卒業式泣く？いや泣かないと思うわ。うん。エヴァーエンディングストーリーは本が好き。本もあるの。まあそりゃそのこんな有名だったら本も出るか。そりゃそうだよな。じゃあ本から映画化だよな絶対。それなら。本のがいい。いや本も欲しいよねっていう。うんうん。私なんか映画系だったらナルニア物語だっけとかも好きです。割と最近はさ全然見てないんだけど、ナルニア国物語かは割と好き。なんか世界観が好きです。ミスさんのショールームのコメントの小町愛ちゃん、そうです、もうすんごい好きなんです。あのなんだっけな、うっせぇわ歌ってみたがめっちゃ好きです。4人で誰だっけ、レイタピさんとか歌と4人で歌ってるやつがあるんですけど、すっごい面白いね。あれすいませんすいませんってずっとレイちゃんとずっと言ってる。すいませんってでも昔の映画とかね全然見たことないから、全然見たことないからさ、なんかおすすめのやつあったら、まあでもいっかいっかってどういうこと。なんかフールじゃない、ネットフリックスとかで
に入ってからみんなに聞きたいな。ギャオストアってなんだろう。ギャオストア、あ、すごいね。そう、そんな系が好きです。あとはプリンセス系も好きなんで、ディズニープラスとかめっちゃ入りたいです。もうほんとディズニーもさ、なんか伏線がすごいからさ。そう、ディズニーも伏線がすんごいすんごいから、ほんとにいいってどういうこと。ほんとに好きです。なんかこういう意味があってここにこれが置かれてるんだよっていうのが結構めちゃめちゃあって、あとミッキーが隠れてたり、他の作品のキャラクターが出てたり、その作品のが公開された年にはまだ公開されてないはずのキャラクターが載ってたり、すごいよね。もうほんとびっくりしちゃう。なんだっけな、何かあのアリのやつなんだっけ、アリのやつなんだっけな、ねえ、なな知ってるっていう、あのリクゴッドさんっていう、すごいディズニーとか、まあね、そういう系が大好きな方がいらっしゃるんですけど、トイストーリーがすごい大好きなのかで、すっごい大好きで、あのねえなな知ってるって言って、言い出しがするかな、必ず言い出しがする。で、その伏線とかこういう説があるよっていうのを紹介してくれるんですけど、あのあれです、 TikTok です。 TikTok 本当になんだっけな、ボートディスカバリーじゃなくて、ウエスタンリバーティッツ、どこ行ったかな。そう、バグズライフにの年には公開されてないはず、フェストリーじゃない、サリーかな、サリーととかが影で出てるみたいな。あ、間違えた、スクリーンショットしちゃった、かけて出てるよみたいなやつがすっごいびっくりした。本当かわかんないけどねっていうことなんだけど、竹の子さん初見ありがとうございます。黒髪が素敵で、割とこの色ブルベだから黒髪、金髪とかより黒髪の方が似合うと思う。これに毛先グレーとかにしたいな。人生で一回染めてみたいね。毛先をグレーにしたり、ちょっとブリーチで色落として、イヤリングカラーネイビーとか、すごい可愛いと思います。そう、モンスターズインクのサリーと、サリーだけだったっけ、サリーの影が後ろに出てるみたいな感じでびっくりしました。なぜ鮭おかかツナみたいな。
っていうのはあのね呪術廻戦っていうアニメがありまして、そう呪術廻戦っていうアニメがありまして、そのキャラクターの犬巻トゲくんっていうあの呪言師のキャラクターがいるんですよ。呪言師というのはあの言葉こう例えば敵に動くなって言ったら敵に動くなって言ったら動かんくなったりとか、敵がシュンって一瞬止まるみたいな、そう言ったことがこう本当呪言です呪言です。言葉に呪いを込められるから、あの動くなって言ったらもう相手が動かなくなるしみたいな、そういうのも割とできちゃうけど、その代わり大きい呪いには大きい反動が来るから危ないよっていう感じなんだけど、そうそうそんな感じ。そうだから大きい呪言を唱えちゃうと逆にトゲくんも割と危ない状況だよみたいなことだよね。まあそうじゃないとさ無敵すぎるよねそうじゃないとさすがに無敵すぎるよね呪言師はって思ってた。だからその設定を知った時にあそうやっぱそりゃそうだよねって思ったよね。そのキャラクターがその呪言師だから、友達というかメンバーじゃないその、まあ、友達とか周りの人にねこう影響を与えちゃわないようにおにぎりの具で話してるんですよ。そうそう、それで鮭おかかって言ったり鮭って言ったり、たまに昆布とかツナマヨとか、昆布はよく言うかな、おかかはじゃあおかかじゃない、なんだっけエビマヨとかもたまーに言いますね。ツーリングの皆さんハートありがとうございます。ガバイって使いますか？ガバイは使いますね。ガバイ、いや今日ガバイ冷やかみたいな、とかそんな感じ。でもみんな聞き取れていたのが不思議。確かに、まあでもそうやっぱずっと聞いてるとさ分かるようになってきそうだよね。あれはこういう指さしちゃったりじゃない、指さしたりこう身振り手振りもしてくれるから割と分かるんじゃない。こうやってやってたしね、この前は。まだ19は見てないわ。アニメってさ、ネットフリックスとかあるのかな？ネットフリックスは映画とかだけ。いや、見れるのか。見れちゃうじゃん。日曜日に配信、フールは日曜日に配信。ネットフリックスは金曜、土曜の夜2時。
土曜の夜に、金曜の26時過去土曜の2時に配信だからちょっと早いのかな。ネットフリックスいいですね。ネットフリックスはうちはフール、テレサはあるのかな。フールはありますね。見れちゃうじゃん。そう、あのネットフリックスはジブリが最近見れるようになったのでって言ってね前。そうそう、だからすごく私はもう傾いてますそっちに。なんかお家にはあるんだけどさ、なんか iPad とかパソコンがあるから割とそっちでね自分用で見たいなと思ってるんだよね。だからちょっとどれにしよっかなって思ってるんですよ。そうなんです。はあ、アニメではどの作品が好きですか？の宅急便、耳をすませばが特に好きです。もうめちゃめちゃ好きです。そうなんです、めっちゃ好きなんですよ。でもフールはそのドラマ、ドラマのさ未公開シーンもあるよね。未公開シーンとかがあるからすごい好きなんですよ。ネットフリックスはある？ないよね。ないかな、わかんない。ドラマは見れないのかな、わかんない。その辺がよくわかんないんだよね。ナウシカではないのか。ナウシカではないですね。あ、でも見れるっちゃ見れるじゃん。知ってるワイフ。違う、知ってるワイフはこれは韓国版だ。耳を澄ませばのテレビアニメ、キッズテレビ番組、おなじみの人気。ああ。子供と一緒に楽しめる作品。ハイキューになるとテニスの王子様、ヤオムシペダル、宇宙兄弟、ゆるキャン、セーラームーン。セーラームーン見たことないな、みたいな。ちびまる子ちゃん。え、すごい、でもいろいろあるな。でもドラマ系はないのかな。国内アニメはネバーランドもあるし、ヤクネボもあるし、転生したらスライムだったゲームもあるし、銀魂もあるし、リゼロもあるし、ホリミョもあるし、ブラッククローバーもあるし、五等分の花もあるし、もうすっごいある。最高。ラピュタとトトロはすごく良かったですね。本当にトトロっていいよね。なんかさ、なんか誰かが言ってたんですけど、誰かがあの、YouTube とかで、よく私あの、なんて言うんだろうな、作業用とかでね見てますね。見てるんですけど、すごいあのジブリが大好きだからのコメント欄に、なんかコメント欄にあったのが、あのね、ディズニーはいらっしゃいませ、ようこそお越しくださいましたみたいな感じだけど、感じで、あの結構かも、もうありがとう、ウェルカムウェルカムって感じだけど、ジブリはなんかお帰りって感じだよねっていうコメントがあって、もうめちゃめちゃそれなって思った。
まあそれだけなんだけど本当にそれだと思って、なんかすごいなんかおかえり感ありますよね。本当にそれなって思った。あの夏映画好き、あ、私もあの夏映画好きです。ウルゴール BGM いいですよね。本当にいいですね。本当にそんな感じだから、すごい落ち着きたい時はジブリ系の音楽聴いてます。ほう、うまいこと言いますね本当にそれ、私もびっくりしました。うますぎてびっくりして。ということで、ちょっと1時間もうすぐ半ぐらいになるんですけど、ランキング読もうかな。ちょっとでランキング読むよ。痛いやつないですね今日は。そうです、やっぱ毎日会ったらさ飽きちゃうじゃん。だからたまにのがいいんです。お好きな美味しいた好きな食べ物でも、もう本当に毎日毎日食べたらさすがに飽きるでしょ。それと一緒だよね、人間って飽きやすい、人間じゃない、飽きやすい生き物だから。ってことで、あんな、いや、なんもないわ名前の癖が強いんじゃ。ゆきたんさん、だるま、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、ということでランキング読みまーす。んーが、あくび出るけど、うん、競技をまだお風呂まだ沸いてないんじゃない。なんならもうみんな入ってるわよ多分。ではね、ランキング見まーす。13位、ゆうわとさん、ありがとうございます。12位、そのうちさん、ありがとうございます。やいやい。11位、そらさん、みっさんのはありがとうございます。やいやい。10位、札幌のなおみさん、ありがとうございます。やいやい。9位、きよしさん、ありがとうございます。イエイエイ。8位、大木まさよしさん、ありがとうございます。イエイエイ。7位、伯爵さん、ありがとうございます。イエイエイ。なんおはようでやんすのリズムじゃんこれ。6位、 MT07 さん、ありがとうございます。イエイエイ。5位、しゅんごさん、ありがとうございます。イエイエイ。4位、いっちゃんさん、ありがとうございます。イエイエイ。3位、あのねさん、みさが最高、ありがとうございます。イエイエイ。2位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。イエイエイ。1位、サイレントディームーンさん、ありがとうございます。イエイエイ。スクショということで、ということでまた明日会いましょう。
はあ、여러분오늘은감사합니다はい、眠そう。それが全然眠くないんだけど、私よくあくび出るんですよね。ほんとあくび出してって言われたら出せるレベルで、すごいあくびが出るの。ということで本日も終わりたいと思います。 Watching guys, bye。 これが目に入ってくる。Hey, watching guys. See you next time. Bye. 안녕. 이 夢見나요. Sweet dreams. Bye bye. 6407人ありがとうございました。バイバイ。